現在就労移行支援に通っています。就職活動して4ヶ月目です。1社目は実習できないと言われ不採用になりました。2社目は面接。3社目は職場見学する予定です。来年1月で失業保険が終わります。少し焦っています。支援員は就職活動は優先順位をつけて負担がかからないようにしましょう。えー、就職活動はどのくらいで決まる方が多いですか 支援員に相談しながら決めた方がいいですか？アドバイスください。なるほど。えー、っとですね。これ開演の Vlog 見てらっしゃいますかね。えー、っと実はちょっとだけ予告すると、今月先月から今月にかけてで第一、えー、期はいオリメンたちが次々と卒業 ククエスチョンマークみたいな感じなんですよね。だから今第2期募集し始めてるんですよ、社内で実はね。で、いつから我々追っているかっていうと、1月、12月から追ってるかな。だから、まあ、当社の感覚だと、あの順調に就活していくと、まあ、基本的には1年以内には大体あの目星がつくかなっていうのが私の印象です。ただこれ、本当に人によって違います。 えと例えば、まだ就職したことがない人だと受けているところがそもそも全然違うところを受けちゃってたり、まあ、それを支援者が一生懸命介入しようとしてもやっぱり本人がみたいなことがあります、はい、あるいは、えー、とご本人の体調があんまり整わず、まあ、就活は受けているんだけどやっぱり結局取り下げになったりとか、まあ、受けようとするんだけどやっぱりそこまでエネルギーがあの気持ちも体も上がってこないみたいなのもありまして。 順調にいけばあ半年から1年って私言ってて Vlog まさにあのそれがそうなるんですけど、まあ、そうじゃない方も結構いらっしゃいますねなのでダウンさんがどうかっていうのはちょっと分かんないですかねで就活して4ヶ月目っていうのはど,どういうことなのかな就労移行支援始めてから4ヶ月目なのか就労移行支援をずっとしてていわゆる就活を初めて行った時から4ヶ月目かは分かんないですけど本当に人それぞれかな 例えば私だったらあのまだ働いたことがない人の場合はよく言うのは何て言うのかな、まあ、ごめんなさいこれちょっと非常に不謹慎なんだけど初めに付き合う人と結婚するはずはないんだからって <laughs> 広い言い方でねごめんなさいでも分かりやすいがあの、まあ、とりあえず付き合っちゃうよみたいなでそこで何回かこう付き合っていくうちに将来うまくあの一生過ごせる人が見つかるんじゃないだから仕事で言うと 1>, 1社目とか2社目は若いうちちょっと転職してで3社目とか4社目にいいところ見つかればいいんじゃないみたいな感覚なので支援者ってどうしても初めで最高のところをさせようみたいなことを考えがちなんですけど親もそうだし本人もそうなんですけどまあそういったステップアップをしていけばみたいに言うとまあ納得してくれることが多くまあそういう場合は結構ね早めにある意味中途半端でもマッチングをえと進めちゃうこともありますしまあ人の体調によってはもう絶対これは。 10年20年続いてほしいみたいな方もいるんでこれは人それぞれだな、まあ、ダウンさんの場合はこれ見た感じはそんなに懸念がなさそうなんで私だったらもうちょっとペース上げていくかなはいとは思いますねだから1週間に1社は受けようとかねもう決めちゃってやっていくかなとは思います